い、こんにちは、ポミチャンネルです。今日はこの間言ってたよもぎオイルの作り方をやっていきます。はい、じゃあここからちょっとナレーションに行きます。今日は普通に、なんて言ったらいいの、普通のお鍋でやってるんですけど、土鍋がいいかなと思います。でそこに太白ごま油を適量入れていきます。ちょっとここからね早送りにしてます。ちょっとなぜかというと、1回目の作ったやつが、私がこの乾燥したやつ、結構乾燥してるやつを使ったんですけど、色があんまり出なくってすっごい納得がいかなかったので、フレッシュなやつを使って2回目を作っています。はい、で乾燥したのを使いたい方は、これを参考にしたらいいかなと思うんですけど、すごく弱火で、熱していきます。で結構これがもう美味しい感じにこんがり上がってしまってるので、ここまでカリカリにしなくて、本当に弱火でじっくりした方がいいです。なので本当に土鍋をおすすめしています。で色が出たなと思ったら、こうやってさらしで熱いうちに絞ります。なんで本当にね、手がめちゃくちゃ熱いんですよ。だからあの手この手で、今これ菜箸使ってますけど、菜箸じゃちょっとダメだったわと思って、これトングを使ってやってます。でもう冷めてきたら最終的に手を使って手でギュッて持ってやるっていうのをするんですけど、やっぱり熱いうちに絞った方が成分も出やすいので、熱いうちに作業をしましょうという感じですね。でね、本当に、ま、最初の太白ごま油のあの無色の状態から見ると色はだいぶついてるんですけど、うわめっちゃ油がドイチッとついてるんですけど、私が最初に作ったことがあるやつはもっと緑だったので、もう少し緑色、よもぎ色が出したいなと思って2回目チャレンジしてます。でこの今入れてる瓶と蓋が中なんか合ってなくてすごい結局漏れちゃうっていうハプニングがあったんですけど、皆さんは瓶と蓋はちゃんとセットになってるやつをゲットしてください。はい、で瓶に入りきらなかったやつはこういう風にちっちゃい、これ10ミリかな のミニボトルに入れてます。このねドロッパーっていうか、この先っぽがプチュってなってるやつがついているので、結構よもぎオイル切り傷とか擦り傷とか、あの虫刺されにつけたりとかする場面が多いんですけど、そういう時にもね使いやすいので、そういう感じでこんなちっちゃい小分けにしとってどっかに持ってたりとかね、カバンに入れやすいかなと思います。で私ここ1回目でも終わるつもりだったんだけど再チャレンジしました。今度はちょ普通にコンロで取ってます。でトボトボごま油を適量入れていきます。これはね本当好きな量でいいんですけど、ごま油の量を多くするんであれば、入れるよもぎの量をそれなりに多くしてください。でしっかりね緑出したいなっていうんであれば多めに入れてください。で これは、摘んできたすぐじゃなくて、摘んでお水できれいにゴミを取って洗って、でそこからキッチンタオルで拭くなり、もしくは1時間ぐらい、乾かしておいてから使ってください。水がねいっぱいついた状態だと成分が分離しやすかったりするので、なるべく乾かした方がいいです。はい、でこういう感じで本当にこれも焦げないように弱火でしていきますよ。こうやってプツプツ煮え立ったと思ったら、ちょっとね火を切ったりとかしながらゆっくりしていきます。で土鍋がなんでいいかって言ったら、火を切った後も結構余熱が効くので、それで火を切ってもじんわり加熱をしてくれるっていう意味で
土鍋おすすめです。普通の鍋だと火を切ったらもうそこで一回もう熱ストップってなってどんどん冷えちゃうので、よもぎオイル作ったりとかするのにも土鍋はいいし、なんか重ね煮とかね、普通のお料理の時にも使ったりとかしやすいので土鍋あったらいいなと思います。はい、だんだん色が出てくるかな、ね、こうやってかき混ぜかき混ぜしたり動かしながら均等に火が通るようにしていきましょう。これがね、同じとこばっかり火が当たっとったら結構焦げたりとかがするので、なるべくこう動かしながらやっていったらいいかなと思います。で、これ結構時間が経った後かな、うん、色は出てきているでしょうか。多少出てきているような感じはしますがね、こうやって気長にやっていきましょう。あんまり高い温度でやると酸化をしてしまうと肌にも良くないので、こういう感じでねやっていきましょう。はい、じゃあ出たかなと思ったら、このさらしの上にね、下に器を敷いて、その上にさらしを敷いた上によもぎオイルをのせていきます。よもぎとオイルをね。で、これ私ちょっといい器具を買ってしまったんですよ。手で絞るのめちゃくちゃ熱かったじゃないですか。で、もうやってらんねえって感じだったのでちょっといい器具を買いました。これなんて言ったら、古道具屋さんで買ったんですけど、500円だったんだけど、なんて言ったら、アルミの感じの、なんかレモン絞りみたいなやつのすごいでかいバージョンみたいなやつが売ってて、で、そこのおじさんに聞いたら、レモン絞るやつかねとかって言おっちゃったんだけど、私は油いけるよねって言って油を絞るようにさせていただきました。ほら、こんな感じで中になんかこうこし器みたいなのがついてて、でそこからこうギュッて押す感じになってます。で、片手でカメラを持って、片手でそれを持ってるので上手に撮れませんのですいませんはい、ほら、でギューってしながら傾けたら出てきます。わー、すごーい、すごい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 、ほらね、最初のとちょっと違う感じの緑の液体になりました。はい、よもぎオイル結構虫刺されだったり傷だったりとかに塗って、和らげたりとかができるので、あとこれを使ってクリームを作ったりもできます。なので、万能なよもぎオイルちょっと作ってみてください。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、ポミでした。はい、今日もご視聴ありがとうございました。動画がいいなと思ったら、ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。